ロシオ駅、ポルトガル語、エスタスオ・フェレビーリア・ドゥ・ロッシオは、ポルトガルの首都リスボンにある、鉄道駅で、リスボンでは、最も重要な広場である、ロシオ広場に位置している。ポルトガル鉄道の、リスボン近郊鉄道シントラ線及び、リスボンメトロミドリ線の駅である。ポルトガル鉄道のロシオ駅は以前は、中央駅として知られ、その名称は現在でもファサードに現れている。駅は、 ポルトガル王国鉄道によって発注され、1886年から1887年に、ポルトガル人建築家、ジョゼルイス・モンテーロによって設計された。広場の北西側の美しい、ネオマヌエル様式のファサードは16世紀初期のポルトガルのマヌエル様式を豊かに再現している。最も特徴的なものは2つの停鉄をかたどった入り口で、 時計の消灯や豊富な彫刻、駅構内の様式も特徴的である。トンネル掘削は19世紀のポルトガルにとって、郊外に鉄道網を拡張するための重要な技術的工事であり、2600メートルのトンネルの完成と同時期の1890年に駅は完成し、そのすぐ後にはリスボン環状線が北線と接続され開業した。 2004年10月22日から2008年2月12日までトンネルの改修工事のため駅は閉鎖されていた。リスボンでの中心的なターミナル駅として1957年までその機能を担っていたが、現在はサンタ・アポローニャ駅及びオリエンテ駅にその地位を譲り、ロシオ駅はリスボン近郊鉄道シントラ線の近郊列車が発着する駅となった。 また1963年にリスボンメトロミドリ線の駅が開業しているが、国鉄のロシオ駅とは少し離れた位置にある。2015年夏ダイヤ現在、平日ピルマ及び通勤時間帯の主な運行路線、及び発着頻度は次の通り、シントラ線ロシオミラ、S イントラメイルゼス間、1時間に1本から4本、ロシオシントラ間、1時間に2本から5本2014年、 冬ダイヤ現在、緑線の平日ピルマの運行間隔は6分05秒、朝の通勤時間帯には最短3分35秒間隔、夕方の通勤時間帯には最短3分50秒間隔で運行されている。ポルトガル鉄道、ロシオ駅の至近にある、リスボンメトロの駅は、青線のレスタレウラドーレス駅である。ありがとうございます。